皆さんこんにちは。若手記者がお送りする聞く徳島新聞電子版聞いとく。本日の担当は私、徳島新聞メディア編集部の鈴江と小さきの2人でお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、徳島県が梅雨入りしたというニュースをお伝えしたんですけれども、まあ、なかなかそんなに雨も降ってない様子で、ちなみに辻崎さん、今週末どっか遊びに行ったりしたんですか？すごい天気もよくってドライブ日和だったんで、私は紫陽花を見に長明寺まで行ってきました。あ、いいですね。どんなところなんですか？お寺なんですけど、参道に沿って紫とかピンク、白といった紫陽花が咲いていて、すごい綺麗でしたよ。いいですね。僕もぜひ写真撮りに行きたいです。でもしまた行きたい方いらっしゃいましたら、また今見頃なので早めに楽しんでください。それでは1本目のニュースです。はい。阿波和紙を製造販売する阿波手すき和紙商工業協同組合が、藍で染めた阿波和紙を素材にトートバッグや財布などのファッション小物を商品化しました。阿波和紙が素材になったし、ファッション小物ですか？それ破れたりしないんですか？和紙なので大丈夫かなと不安に思う方もいらっしゃると思うんですけど、本来阿波和紙の原料となる楮に麻を加えて強度を高め、こんにゃくのりを使って耐久性や耐水性を確保しているので、とても頑丈なんです。すごいですね。ちょっと一回使ってみたいですね。ちなみにこの商品どこで買うことができるんでしょうか？吉野川市山川町の阿波神伝統産業会館で販売しているほか、阿波神ファクトリーのオンラインショップでも購入できますよ。徳島の伝統工芸品がぐっと身近に感じられるきっかけになるような商品ができたのではないでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。2本目のニュースを紹介します。韓国好き必見、写真映えな雑貨店ソルタンが小松島市にオープンしました。最近韓国ブーム来てますよね。韓国好きな女子多いですよね。そうですよね。ちなみにこのお店ではどんな商品が販売されているんでしょうか？ここではバレエなどの発表会で喜ばれるキャンディーブーケや、韓国から取り寄せたミラー、アクセサリー、洋服など淡い色合いの商品が約70点ほど並んでいます。すごい幅広い商品が置いてあるんですね。はい。商品は2週間ごとに入れ替わるみたいなので、いつ行っても楽しめると思いますよ。店内もすごくおしゃれで、写真映えスポットになるような場所がたくさんあるので、ぜひ行ってみてください。はい。続いて3本目のニュースです。毎月第3日曜日に紙面で掲載しております日曜ヤングより、渡辺さん、吉野川市出身の方がですね、白鳥庭園俳句大賞で第一席を取ったというニュースです。吉野川市鴨島町出身で、日本大学芸術学部文芸学科2年の渡辺亜美さんがですね、日本庭園の白鳥庭園が主催する、第4回白鳥庭園俳句大賞で第1席の最優秀賞に輝きました。全国ですね、1300句の応募から選ばれたということで、いや、すごいですよね。全国から1300句ってすごいですね。どんな句が選ばれたんですか？そうですね、渡辺さんの句は、それ以外ない雲に風船の白という句でして、まあ、インターネットで白鳥庭園の写真を見て、まあ、緑豊かで開放的な印象を受けまして、まあ、そこから、まあ、こう想像を膨らませて読んだそうです。ちなみにですね、こう読んだ人の中でですね、世界がこう広がっていくようにとですね、言葉を慎重に選んで、こうあえてこう定型を崩した形で表現をされたそうです。いやー、奥が深い作品ですね。そうですね。ちなみに渡辺さん、高校時代にも受賞歴などがありまして、まあ、すごい今後が楽しみですね。これから、まあ、梅雨に入って、まあ、天気も崩れてくるということで、まあ、お家で過ごす方多いと思うんですけれども、まあ、これを機にね、こう俳句始めてみるなんていうのもいいかもしれないですね。本日のニュースはここまでです。皆様いかがでしたでしょうか？今日の、まあ、フリートークのテーマなんですが、上半期を振り返るということで、辻崎さん、上半期で一番印象に残った取材、どんなんだったんでしょうか？
上半期終わるのあっという間ですね。私が印象に残ったニュースは、年明けてすぐに日安の企画で成人式の取材に行ったことですかね。二十歳の抱負をパネルに書いてもらって撮影したのですが、このようなご時世の中でもキラキラとした目で夢を語る姿に勇気づけられました。いや、いいですね。いや、僕も行ったんですけど、確かになんかこう若い方に元気をもらえますよね。こう取材の中でちなみに特に印象に残った方っていらっしゃったんですか？現在は県外の大学に通ってるけど、将来は徳島に U ターンして家庭科の教師になりたいという子に出会ったんですが、小学生の頃の担任の先生が親しみやすく、しっかりとしつけをしてくれる人で憧れたのをきっかけに、教師を志しているという話をしていたんですよね。コロナ禍にも負けず、小学生の頃からの夢を今も追い続けている姿がかっこいいなと思いました。いや、いいですね。鈴江さんは上半期印象に残っているニュースありますか？そうですね。5月の1日に、徳島新聞社で主催しました阿波踊りイベントの紡ぐというのをあの中継しました。ちょうど今あのパーソナリティ担当してます若手記者3人で、撮影を担当したんですけれども、まあ、すごい徳島市の踊りも中止にずっとなってきている中の、まあ、イベントの開催とありまして、まあ、すごい2万5000人以上がね、募ってすごい熱気でしたね。にぎわってましたよね。そうですね。ちょっと初めての、まあ、開催ということで撮り方もなかなか撮影もなかなか難しかったんですけれども、まあ、でもたくさんの方に見ていただいて、まあ、コメントもいただいて、はい、すごく県民の阿波踊り愛をこう再確認したといいますか、すごく印象に残ってます。本日の放送はここまでです。次の放送は、23日木曜日です。また次回も楽しみにしてください。